お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトウォールブレイカーやっていきたいなと思います。でなんですが、こういつもねメガナイトウォールブレイカーにはディガーですね、はい、ディガーが入っていたんですが、今回ディガーなしの、このねスケコウモリエリババ、マザニクトリトン型というものが今なんか使われてますのでやっていきます。まあディガーがあるとやっぱねディガープラスのザップで、ターゲットをねディガーに変えて、まあ、残ったユニットを刺していくっていうのがね結構あったんですが、まあ、ディガーがないことによってもうザップである理由がないと、まあ、いうこともあり雪玉ですね。で対空がまあマザーネクロとコウモリしかいないんですが、まあ回転が速くて、あとは雪玉になってるので、まあ空にも気持ち対応しやすいよといったねデッキでございます。でまあ大型ゲーにはトリトンで頑張りましょうって感じかな。基本的にまあ大型展開されたら逆サイぶっぱして、まあなんかトリトンだけで近畿道っていうのが理想なんだと思います。さあで今回ゴボリですね。ゴボリメガネで合わせちゃっていいと思うんですよね。これ基本的にゴボリデッキはゴボリがいないと陸受けがあんまりないんで、さあ今回相手はアイスイズですね。スケラーかな。さあスケラーっぽくて、でコウモリを追加し、おおエリババ使った。さあエリババ使ったらもうエリババですよね。いやどうなんだろうこれ、やばいかな、ちょっとだけ怖いけど。さあでコウモリつけとかで守ってトリトンでね、あトリトンで蓋ができてない。いやでもお相手なんとキング起動をミスってます。エリババキング起動ミスってて大ダメージ与えてますね。でエリババあいつゴボリのエリババデッキはあんまなんかパッとしなかったんですけど、多分ゴレですよね。多分アイスイズダクネゴレのゴボリ型だと思うんですよ。で、今回ですけど僕はね真っ向勝負するとか出ないんですよ。だってゴレダクネエリババみたいな組まれるじゃないですか。で僕ファイアボとかポイズンもないので後ろを対応倒せないんですよ。倒せないんですよ。だから基本的にはこう、まあ、逆サイドを攻めまくってキングにまでプレッシャー与えていきたいですね僕は。でもこういうのちょっと雪玉とか打ってね、雪玉あんま打つ場面ないんでね、不意打ち雪玉がさ決まっていくよ。でトリネとかも使ったらエリババ使って、なんならウォールブレーカーとかも追加してあげると結構いいんじゃないのっていうのは思うんですけど、どうなんでしょうか。いいね。さあトリネも使ってもう両サイドねポキポキゲーミングが始まっております。ってわけでこのベビードラ2回ぐらい受けます。うん、いやなんなら程よくお散歩してる。でもこっからですね、ちょっとケツゴレ、あーやばい、これゴレで受けられたらやばいかな。さあちょっとだけやばい気がしますけど、トリトンがいるので僕はもう逆サイとかも攻めてゴレをできるだけ単体でこさしたいんですよね。あの形組まれてしまうとピンチになるんでね。よし、なのでこんな感じでね守っていきます。で僕トリトンまだ1回も出してなかったんで、これバレてなかったんですよね。オッケーオッケー、いや最近は治安が悪いんでねちょっとマジで。よしよしよし、オッケーオッケー。このトリトン隠してたのもね結構良かったですね。今相手がトレネ使いましたね。でまあコウモリとか添えてあげつつの、トレネが今ないんでねエリババとかで攻めてあげて、まあどっちかにウォールブレーカーとか追加してあげたら、まあこれまた相手はきついんじゃないかなっていうのありますよね。さあコウモリがねずっと殴ってます。コソ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 殴ってます。まだまだディガーがないので僕がここから負けるとかもまあ全然ないことはない。これは右側にゴレが来ましたね。どっちに来てるのかちょっと分かんなかったな。さあというわけでここはねトリトンでキング起動っていうか対応するためにもうイリババとか飛ばしてあげてね。でこのトリトンにトルネードを置いたら使わないといけないんですけども、エリババの棒にねトルネードを使うとこんな感じでねさあ無双できますね。でまあマザニクメガナイトの形作ってあげて、でウォールブレイカー追加してあげて雪玉なんとなく打ってあげて、でいつかはダメージが通ると思うんですけども、さあ一発ナイスというわけで、まあイリババがいる分、あとはトリトンがいるので大型にもまあこうやって戦えるのかなっていう感じですね。やっぱ形組まれてしまうと止めきれない場面が多分あるんですよ。まあトリトンとマザーネクロいれば意外と頑張れるかもしれないんですけど、まあ、結構両サイドに振りまくった方が、トリトンでねよりキング起動しやすいですし守れるのかなっていう、すごいディガーがない分ちょっとね使いにくいのか使いやすいのかこうなんか何とも言えないですけど、
まあ、しかも雪玉なんでね、枯渇とか引いちゃうともう、あれプリンセスどうすんだみたいな、ね、なっちゃうんで、まあ、雪玉はまあ、もしかしたらヤナメとかでもいいのかなっていうのはあるんですけど、まあ、雪玉の方がバルーンだったり、まあ、攻め雪玉ですよね。ユニット同士がぶつかる時の攻め雪玉であったり、まあ、インドラのリセットとかで使えるのかなーなんていうのありますね。嫌でもいいか。嫌だったら枯渇にも勝てそうだしな。結構より強そうなんだけど。上手い人は雪玉を使うし、こう、なんか修正みたいなのありますからね。すぐ雪玉使うんですよ、上手い人って。雪玉でもなんか枯渇に勝てるから、みたいな。守れるから、みたいなね。さあ、そういったわけで、雪玉打ちます。まあ、ディガーない分、ユニットが多いんでね。攻めれるっちゃ攻めれるけど。攻め方が難しいっすよね。アンゴレー。さあ、で、これは、あ、逆サイ単体エリババでもよかったんですけど、空だけで守られて、例えばスケドラだけで守られて、とかスケルトン部隊とかで守られて、カウンターで、とかがあるんですよ。だから、こんな感じ、こんな感じで攻めてあげてからの、マザネクとトリトンで守ります。僕は。こっち、撃っちゃおう。相手もびっくり。いやー、マジか。俺もびっくり。いい防衛されちゃった。で、豚でね、大きく耐えれるんですよね。よし。いや、これがまあ理想ですね、本当に。で、あとはまあ、耐えるだけ。あとはいっぱい豚にしてね。よしよしよし。いや、これがね、強いことなんですよね、このデッキの。で、逆サイトリトンがなんとかしてくれると思ってて、これはちょっとマザーネクロの前にメガナイトいかねえかなっていうメガナイトなんですけど、多分いらないですよね。このメガナイト調子乗りっすね。本当に。マジでしゃしゃっただけ。あ、でもファイブ?これもう一枚出てくるよ。そのタイミングでオールブレイカーが。マジかよ。君かよ。一番出てきてほしくなかったな。でもこれキング起動してるんで。いらない気もするけど。いや、打ってもよかったかな。2800からだったら4500も受けてるんで出してよかったっすね。まあでも結果論で言うと、今いたスケルトン部隊を使ったので、これ6個セリババがぶっ刺さります。で、まあ、1本は折れますと。で、まあ、これ、守れるかどうかってところですよね、僕は。気合で、マジで気合で守ります。なんなら2周目、まさにく、回すぐらいの感覚でもいい気がするな。どうなんだろうな。これ。守れるのか、俺。まあ、溶かして、ちょっと足止めしてからの、このマザーネクロですね。オッケーオッケー。いや、めぐらいとこの出さないパターンも結構ありかもしれないですよね。で、ちょっと陸がないので、ウォールブレイカーと。これ雪打つ必要はねえな、多分。いや、豚多いんだよな。めっちゃ豚頑張ってんすよ。僕がなんか、やってる間にね、勝手に。うわぁ、でもいい、これだ。でも相手、ザップだったもんな。これ逆サイドに持っていけそう。ザップ?パーンって、オッケー!熱い。よしよしよし。まあでもこうなったらあとはウォールブレイカーでちょっと削るだけだったんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、このディガーがないので、最後がやっぱ怖いですよね。残り100とか200だけでも、削れるかって言われるとね、その場合本当に守られて大逆転があるので、雪玉ね、何十発持たんといけないみたいな感じになっちゃうんで、まあそこだけ怖いかな、このデッキ使う上で。最後の削りがないので。そう、もう積極的に攻めまくらないといけない。でも攻めすぎちゃうと怖いんですけど、まあトリトンマツネクで開始できるかなっていう感じかな。いや、今の試合結構綺麗でしたね。てか、まあ2回とも大型なので、大型にはもう本当攻めまくってトリトンで金けど、まあ、大型環境なんでこのトリトン採用っていうのもすごいいいのかな、そんな気がします。さあ、よろしく。イズゴッドついてますね。強そうだな。で、ディガーねえからな。暇なんすね。雪玉打つとか、コウモリとかも捨てることになるんでね。コウモリディガーできないんで。それがまた新しい。ああ、さ。で、今回、ホバリングメガゴは絶対ラバ嫌な雨だと思うんですよ。だからもう、これ最強です。もう確定ラバ嫌な雨だと思ってます。確定ラバ嫌な雨の後ろババとか。いや、このスケがいることによって、ママが、ああ、もうちょっと頑張ってほしかったな。ああ、ラバヤナアメか。まあ、コウモリが行きますね。ヤナアメだからっていう単純な理由ですけど。で、あと、ゴボリと、まあ、スケルトン部隊か。まあ、基本的にはバーバリアンなんですけど、がいてーって感じで、僕は、後衛のホバリングが厄介かな。
ホバリングスケドラかな、ラバーの後ろにスケドラとホバ来るだけでなんか気持ちきつくねっていう場面にはなりそうな気がしてるんですけど、まあ、マザーネクロとコウモリで気合で頑張ります。でこれはエリババ行っていい気がするけど、どうなんだろう。エリババ行ってコスト使わせて、だんだんスケブ用に雪構えて、まあエリババですね、あそこ使ったら、まあ、この間に防衛したいよねっていう感じではあるんですけど、スケドラ来んのかな。ああ、メガゴでしたね。そう、蓋してあげて、でディガーとか来んのかな。勇気打って。やべ、ホバか、ホバの位置が、ホバが残った。なんか美しくないですよね。もっとこう美しい防衛をしたいなっていうわがままがあるんですけど、まあ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 、おられてないだけ感謝みたいな感じ。オリやるとね、なかなかエリババが出しにくいですからね、僕は。まあでもオリとか、ラバとかぶる。で、オリか。で、オリ壊れたらウォールブレイク相手ヤマメ打ってくんねえかな。さあさあ、まあまあまあ、ここはまあ別にいいですよね。で、まあメガナイト組んでヤマメ使ったんで、このコウモリが めっちゃいいです、これ。このコウモリ無双します。なんならウォールブレイク行ってもいい気がするな。で、ユキ、矢は回ってないでしょ、まだ。よしよし。で、ここのコウモリとマザネクで相手のラバーを溶かせるんですよね。これがまあいい話で、やべ、これマザネクにたまたま当たったら怖いので、しっかり延命だけしてあげてね。で、ここはもうしっかり間に合え、カウンターですね。今ヤナメ使いました、皆さん。これもうコウモリ追加からのウォールブレイカーがゴボリがないタイミングで追加しての、攻め行きでもバチコーンですね。攻め行き打っとけばなんとかなるみたいな。走れ走れ、やだ、前との防衛うめえな。マジかマジか。こうなると嫌ですよね。ハシメラボとかつけられたもん、どうしたもんかってなっちゃうんで。うん。まあ、ディガー用ですね。ディガー用トリトンだけ出して。で、ラバで蓋してからの、横からコウモリチクチク。で、ヤナメ使ったら、ウォールブレイカーと。これ先に雪打っといて、あ、メガネ飛ぶ。もしかもウォールブレイカーが、あ、ずっこんずっこん、ナイスー。いや、いいね。まあ、嫌なんで、やっぱコウモリが生きてましたね。スケドラいない時以外はずっと無双するので、あと、ヤナメなので、マザーネクロがね、ずっと無双してるっていう。いや、いいですね。てか、さっきの相手のデッキ、えぐっ、エリポン入ってたんですね。全然気づかなかったんですけど、まあ、みたいな感じで、メガネトロレーカー、いいですね、この、ちょっとなんかあまりなかった方ですね。今までありそうでなかった。一時期、メガナイトムート雪玉のなんかコウモリゴブリンバレルリーみたいな変なデッキ僕も使ってましたけど、まあそれとはまた違ってね、メガナイトウォールブレイカーなんだけどディガーがなくてみたいな、まあ、ディガーがないけどマザネクの豚がちょっと竹取ってくれたりみたいな、まあなんかおしゃれね、メガナイトウォールブレイカーですね。なかなかいい安定はしている。まあディガーがないのでクロスぐらいかな、クロスでコガッチャン、その辺のあたりがきついのかなっていう印象ありますが、それ以外には結構戦えるんじゃないでしょうか。どうでしょうか、皆さん使ってみてください。よければね、いつも最後に言うんですけど、チャンネル登録、高評価ね、コメント等もぜひぜひよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると僕のモチベになります。しかも相手のドル68いってる、これ勝ったら40コース、ごちそうさまです。名前にドルがついてんな、ドルマーク、あれはお金好き。いやー、ラバか、スケドラーって、まあ、ラバかゴレラも二択なんですよね。前まではロイジャイとかロイフグとかあったんですけど、もう今大型にしか入ってないですね。大型のダクネとか、なんかホバリングとかに5打ったらスケドラ生きる用の、ですよね、最近だと。いや、これなんかサイクルむず。マザネクから言っても、なんかウォールブレイカーぐらいがあったらよかったんですけどね。この子は打たれちゃうんですよね。なので、なんとも言えないですけど。あんちゃん引っ張ってくんねえか。ああ、いいザップですね。で、まあ、ザップ使ったから、これ、エリババまで行っちゃいたいな。で、ウォールブレイカーまで行っちゃって。いいね。プリンス?スパーキープ?うーん、やっぱ、スケルトン部隊、最近大人気なんですよね。ああ、マジか。スケブは嫌だ。マジで。スケブ、プリンス?マジか。さあ、ここでトリトン使うと、シンプルに端前で、なんかジャイとかなんかやられるのきついんですけど、まあ、エリババあるんで、って感じでいきたいですね。さあ、あんまり、ちょっと適当にというか、普通に攻めちゃうと負けますね。スキャミコウモリ、プリンス、スパーキーですね。
活額バカ多いよっていう。さあコウモリ出して気持ちね、スパーキー、おい、いやマジか、雪大事だよね正直スキア見たからね。まあ、ではここでウォールブレイカーで逆サイ1回置けるのでかいですよね。この後またマザネクトリトン、メガナイトとかスケとかでねサイクルは作れるから悪い流れではないんですよね。で小物系にはまあマザネク、あと雪玉もあるんで、ここが何が来るかですよね。でクッション置いてしっかり踏んで雪玉も打って、まあ、攻め駅打てないんですけど、あのスケートの舞台にまあ別にマザネクいるしみたいな、なんだろうね。でこういうところでちょっとちょっかい出して、わいいスパーキーですね。あれでヤノアメザップなんでね、僕のマザネク最強まであるっすよね。うん、これはちょっと引っ張れたら嬉しいですからね、僕としては。なんならここで攻めるんですよね。攻めたらダメだったか。いやでもトリトン、そこまで求めてない別に君に。あ、メガナイト、待って。え、そこまで求めてない別に君ら。え、いや、待ってなんか動きがすんごい。え、待ってメガナイト遊びすぎじゃね？で相手これ絶対きついっすよね。おい、いやもうこれ決まったっすよね。なんか僕のユニット壊れてません？なんかチート疑われそうだね。なんか動きしてたんですけど、まあ勝てたからいいし、すごいオートローでしたね。てか相手のデッキも初めて見ました、これマジで。本当に。ジャイスパプリンススキドラってやばいですよね。まあでも全然安定して勝てるって勝てましたね。いや、多分このデッキバカ強いですよ、皆さん。ぜひ、使ってみてください。さすがに今のは、ね、チート疑われてもいいぐらいユニットが、変な動きしてましたよ。多分相手もビビってましたね。マジで。というわけで、今日はね、こんな感じで終わりたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。地味に撮るとか、トラゲもね、頑張ります。では、お疲れちゃんでした。またね。